バジリスクタイム。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。僕が YouTube に動画を投稿し始めて約2年半が経過しました。長かったようで短かったような、まさに時の流れは不思議だね。まあ、これまでね、いろんなネットミームや有名人について紹介してきたんですが、今回紹介するのは解説してくれというリクエストが多かったのに、なんだかんだまだ紹介していなかったあの有名ネットミーム、バジリスクタイムについてざっくりではありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。バジリスクタイムとは、この赤色の服を着た男性がキレッキレのダンスを踊るといったネタ動画です。いや、めちゃめちゃキレキレですよね。この動画は2016年の7月に動画投稿サイト Vine にアップロードされたものです。 Vine はね、いわば TikTok の先駆けのようなサイトで、スマホなどで撮影した6秒間のショート動画を投稿できます。時代を先取りしすぎてオワコンになったため、現在はねサービスが終了しているんですが、ブライアンさんや大関玲香さん、スカイピースのテオさんなど、現在でもね、あのネット世界の第一線で活躍している様々な有名インフルエンサーを輩出しており、一時代を築きました。そんなバインでアップロードされバズったのが、こちらのバジリスクタイムという動画。バジリスクタイムという紫色の大きな文字の後ろで、赤い服を着た男性が音楽に合わせてキレッキレのダンスを披露しています。この動画内で流れている楽曲は、バジリスク甲賀忍法帳というアニメの主題歌、甲賀忍法帳という曲です。 YouTube にアップロードされているミュージックビデオは現在4700万回以上も再生されています。そしてこのバジリスクタイムというね、紫色のクソデカフォントは、先ほど紹介したバジリスクをテーマにしたパチスロで流れる特殊な演出です。そしてね、バジリスクタイムの動画の主役でもあるキレッキレなダンスシーンは、2014年に YouTube にてアップロードされたザ・バップキングというダンス動画が元ネタになっており、腕と足を素早く動かすこのダンスはバップダンスと呼ばれています。主題歌甲賀忍法帳、キレッキレのバップダンス、パチスロのクソデカフォント、全部混ぜると謎のダンスネットミーム、バジリスクが誕生しました。この動画が投稿されて以降、ダンス動画や面白映像にバジリスクタイムのロゴを貼り付け、主題歌を流すといったネタ動画がブームになります。中でもね、特に話題になったのが、アニメーション動画を Twitter や YouTube に投稿しているカラメルさんのバジリスクタイム動画で、退社タイムというね、パロディネタが大バズり、それ以降様々なバジリスクタイムのネタ動画が生み出されていき、ブームになりました。黒人の男性が踊っているキレッキレのダンス、バジリスク甲賀忍法帳の楽曲、バジリスクタイムのクソでかいロゴ、すべてが綺麗に噛み合った、まさに奇跡のネットミームですね。